車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。始まりました。はい、というわけで今回も新井博樹さんと私ヤマドゥでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はなんとまたスペシャルな企画をいやもうスペシャルな感じが見えてる。いただきました。すごいスペシャルな感じがわかる。でもまだ僕何も言ってないですよ。なんかもう見えてる。うっすら見えてますか。見えてます。はい、というわけでですね皆さんちらっと見えてる今回はですねアヘッドさんのデモカーの AE86 に今回は試乗できるということで、はい、ひろきさんに今回も乗っていただきたいと思います。なんかこれすごい身に覚えがあるカラーリングなんですけど、はい、これはですねあの土屋さんの影武者号ということで、ね、まあ、ヘッドさん、はい、デモカーとしてもご用意していると。ひろきさんこれエンジン何だと思います。え、 4AG じゃないですか。 7AG です。本物じゃないですか。はい、土屋さんと同じ仕様のエンジンとなっております。はい、はい、はい、初めてですよ。86の素晴らしさをぜひ体感していただきたいということで、はい、今回お借りさせていただきました。ありがとうございます。うわー、4スロですよ。4スロ初めて見ましたね。ああ、綺麗に作ってますね。これがあの伝説の土屋さんが乗っていたのと全く同じスペックってことですよね。そうです、同じスペックです。うわー、すごい、すごいですね。はい、これで群裁を走り定常円を書きドリフトをしたりということでね、様々に活躍しているすごいですね、お車ですけれども。でもあれなんですね、こんなスカスカになるんですね。やっぱりなんかレーシングカーって感じがします。なんか時代を感じますよね。はいはい、やっぱりちょっと古い車じゃないですか、ね。はい、あれこの頃エアコンついてるんですか。エアコンもついてます。あ、すごい。ただこの車あの GT Apex じゃないんですよ、ね。はいはいはい、はい、GTV なので、はい、あのパワーステが、あ、なるほど、元々ついてなかったんですけど、はいはいはい、パワーステもですねあの流用キットがありまして、それをインストールするので快適にも乗れる仕様になります。そうなんですね。はい、え、車重とかって何キロぐらいなんですか。純正が930キロなんです。さらに軽くなってます。さらに軽くなってます。え、で930キロでそれより軽くなってて、はい、何馬力出てるんですか。あ、大体200馬力です。いや、もうレーシングカーですよそれ。はい、ひろきさん、でも僕気になっちゃいました。こういうところカーボンなのかっこよくないですか。これ純正なんですか。これ純正じゃないんです。違いますよね。はい、よく作ってますねこれ。よく作りましたよね、これかっこいい。いやー、このぐらいのサイズ感の車っていいですよね。うわー、綺麗。こういうの大好きですね。あのリトラいいですよね。これをひねって、でこのシートもこれセミ分けですよね。セミ分けです。結構なんかホールド感があって、なんかフル分けみたいなホールド感。はい、ホールド感すごいなんかフィットしてますよね、はい、体に。こうやって横から見ても分かります。自分結構このサイドが高いのが好きで、はい、っていうのもなんか操作してる時にここが、はい、高さがあった方が足とかぶれないんですよね。うん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 、正確なペダル操作ができるんでものすごいいい。またメーターもいいじゃないですか、昔懐かしの。まあ、僕はイニシャル D で散々このメーター見てますけど、でもこれ1万1000までいくんですよね。あ、それはそれはあの1万1000回転までいく、アニメの世界にですね。あ、なるほどなるほど、はい、8000を超えて、はい、はこのメーターじゃダメだって言われるシーンありますよね。そうっすよ、だって、はい、だこんな綺麗な状態で残ってます。普通当時の AE86 が内装もすごい綺麗だし、はい、本当にもうめちゃくちゃ綺麗ですよね。まあ、もちろんまあ年式を感じる部分もまあ多少はありますけど、でもこの車がもう40年近く前って考えるとすごい綺麗ですよ。40年でしたっけ、はい、え、あ、でもシフトもほらかっちりしてる、全然遊びがないっていうか、すごい気持ちいいですね。もう運転席に座ったからには、いや、もう乗りますよ、もちろん。はい、何を言われようと。はい、行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、僕も座ってるんで。はい、行ってきたいと思います。はい。おー、すげー、動かしてる。いや、実はこれ人生初めての86なんですよ、AE。またすごい86を最初に乗ることになりましたね。そうなんですよ。匂いが一緒なんですよ、当時のこの年式の車って。いいですよね。それを乗るとね、もうなんか結構でも焦げもしっかりしてるの。意外となんかこうヨレヨレな感じじゃないですよね。全然全然、なんかすごいしっかりしてる。なんかこういろんな音感じるじゃないですか。はいはい、それもまた良くないですか、この道。
ですよ、これも。これ逆に喋ってる声とか聞こえてる。聞こえてるんですかね、ちょっと心配になってきますよね。うわー、やべー、めっちゃ気持ちいい、これ。いや、なんかさ、YouTube の企画で、はい、まあ、今はね、そういう峠の走りとかってできないけど、はい、ただゆっくりこう走ってみたくない？ゆっくり走る。春菜とか、はい、薄井とか、いいですね、赤城とか行ってさ、はい、なんかどういう感じでこう当時の人たちがこの道を走ってたのかってなんとなくわかるじゃん。わかりますね。ちょっとやってみたいよね。それはもうアヘッドさんによって借りるしかないですね。いい、勝手に借りてって。これ勝手に借りたら多分怒られると思いますけど。いやでもこれすごいわ。はい、というわけで大興奮の A86 ドライブどうでしたか。初めての A86 峠来て。まあ行きたくなりますよね、この音聞いたらね。そう、あのやっぱり音もそうだし、そのデフの音とか、うん、その何が運転を楽しくさせてくれるのかっていう要素を全てマックスにつぎ込んでるよね。この86って楽しさもそうですし、こうドライビングを教えてくれるっていうようなイニシャル D も土屋さんも言ってるじゃないですか。うんうんうん、思いっきり走ってみたいですよね、やっぱり。いや走ってみたい。うん、あのまあもう今はもう峠行くと怒られちゃうんで、はい、普通にゆっくり走りたいですね。いいですね。普通の信号がないところをこうゆっくりこう気持ちよく流してるだけでもうめちゃくちゃ楽しい車です。はい。はい、というわけでアヘッドさん、ぜひちょっと峠ドライブ企画も、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にアヘッドさんには感謝しかないですね。あ、そうですね。はい、というわけでありがとうございます。はい、アヘッドさんにはこの AE86 は展示しておりますので、ぜひ見に来てください。はい、というわけで今回の AE86 試乗終わりにしたいと思います。ひろきさん、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。